最後の最後に初めての役満チンロンと、下茶のロンで時空が歪んで積もって上がれたけど、逆にポンがなかったら1位になれる可能性があったってことでね、ちょっと残っちゃって人もいると思うんですけどね、ちょっと解説していきたいと思います。これちょっとわけわかんなく、俺わかんなくてさ、一回見たよね。一回見て、ああ、そういうことかってなった。最後の最後だからこれだね。はい、これなんですけれども。爽やかなポン？点差的に言うと、でもこのポンの判断早すぎてやろ、もう。お前、チンロートしか見てないやん。まあでもそうやんな。最後のオーラスでこの点差まくろうと思ったら、それぐらい無理しないときついけど、無理した回あるな、これ。ペニャ。カンしてやって。イーソードラ。ここにイーソー出るのあんまり好ましくないね。欲しいから。うわ、あっつ、そのあんこ。あちまあ、この、親は連チャンできるんで、まだ1の可能性あるんだけど、この人はもう逃げ切りたいよね、右の人は。で、パワーピン切って。一応テンパイだね。イーソー吐くで、ちゃんたトイトイ。うおー、そこの吐く判断偉いね。まあ、逆転しようと思ったら役満作んないといけないんで。まあ、吐く切っちゃって。で、急走積もってきたいんですけど、それかイーソー積もるかでね。イーソー積もるか急走積もるか、ですね。さあ、ああ、いいよ。これ引いて。で、急走かイーソーで、ローンですね。で、これで上がれば、チンロートで、役満で、ロンなら3万2000点、ツモなら2万4000点の上がりになりますと。なら、ツモならギリ2位。これ、ポンで連れて。はい、で、これツモね。はい、で、見出しを思い出していただきたいんですけども、まあ、下茶ロンでとかだ、ポンかな。ポンで時空が歪んで積もって上がれたけど、逆にポンがなかったら1位になれる可能性があったと言ってるんですけど、どういうことかと言いますと、これ今結果的に2位なんすわ。積もって、全員からまんべんなく点を取るんですよ。で、親が半分支払うのね。で、3万2000点を積もった場合、親がその半分の1万6000点払って、で、横の2人が8000点、8000点払うのよ。ただ、3人うちって1人少ないんで、8000点少なくなっちゃうんですよ。これ、積もゾーン言います。うん。3人うちは積もゾーン言ってね、積もると点数が若干下がります。なんで、3万2000点マイナス8000点で2万4000点になりますと。これがまず、2万4000点のその積もの点数の理由ね。で、もしポンされなかったら、うんたらこうたって話は何かっていうと、ここでこのわしず様が、捨てました。で、ここでリャンピンが出てきて、これが捨てられて、ポンします。で、そうすると、次この人が引くはずだった牌が、この人引くことになるの。ねえ。で、この人が引く予定だった牌が、この人の元に行くのよ。要は、積も順がずれるんすわ。で、この人はもう、三ピン、ヤンゾーで、テンパイで、いつでも上がれます。タンヤオだね。タンヤオドラドラで、いつでも上がれますと。1000点でも上がりゃいいんでね。で、それでツモ順ずれました。で、結果的にこれツモだったと。うん。でも、もし、ここのポンがなければ、この急走は、このワシズ様が引いてたんさ。もしポンがなければね。もし、たらればやけどな。で、もしそうだったら、このワシズ様が引いてて、で、テンパイを優先して、この急走もし切ったなら、直取り3万2000点で、逆転ですね。逆転で1位に返り咲いてた可能性があると。まあ、まあ、俺だったら降りるけどね。俺だったらこの急走引いたら、ああ、もう無理だ、捨てれねえ。こいつ多分、チンロートを見えてるもん。でも、銀のまで、チンロートを把握してない人って全然いると思うの。多分、知らねえと思うんだよな。なんならわしず様、チンイツなのかなぐらいに思ってる可能性あるので、全然この急走が手元から出てくる可能性はあります。なんで、ここのたまたま、テンパイ急いだポンが発生したことによって、積も順がずれ、この人はツモで上がったけど、もしワシズ様が急走を引いてたら、捨てて最下位の可能性あったね、という対局でした。ややこしいね、麻雀ね。わかんなくてもいいです、こんなこと。
勝てば OK! 楽しいので、麻雀始めて2週間程度、人生初の役満は、ボコボコにされて、脳死で自敗だけ拾ったら、捨てた牌が返ってきてなんかできた、だそうです。うん、よくわかんないですね。軽く見たけど、スクショはね、スクショからじゃわからんのよな。軽く見たんよ、これ。どんなんやろうと思って。なんかできてんね、ほんまに。なんかできてん。これな。まあ、狙って国士じゃないですか。狙って国士なんだと思うんですけど、まあ国士かな。トン4局、うん、トント戦だからこれ最後だね。まあこれ国士狙うとなんですけど、この左の人が6万点で圧勝してて、心折れちゃってんのかな。いいピン切ったね。うん、いいピン切ったね。うん。まあいいピン切るんだったら国士はきつい。いっそ切ったね。1個2個の話じゃないからね、もうそんなんね。どんどん切りますから。うん。他にもっと切れるもんあったやろっていうツッコミやめてくださいね。もう脳死やったから、もう彼ね。もう心が折れちゃってたから。うん、しゃあない、しゃあない。いや、でもこれ国士行けばよかったらって後悔する頃合いやけどな、そろそろ。帰ってきたわ。お帰りあと E ピン帰ってきたらいいのかな。あと E ピンね、E1 ね。うん。あれ、なんか国士いけそうじゃねってなってるな、さすがにな。あれ国士いけそうじゃねいわ、E ピン切らん方がよか、今日は大丈夫やったわ。あと1枚だわ。捨てたやつ全部帰ってきた。もうやってることめちゃくちゃやもんな。急走か9番か。急走か9番引いたら、OK ですね。いや、もう相手もこんな早いタイミングで E ピンとか切られたらな、国士やと思わんよ。これ国士やと思わん、俺。この捨て牌から国士って読めへん。俺分からんと思う。脳混乱する。これは国士だと思わない。19自敗出すぎ。しかも早いし。あー、出ちゃった。うわー、この人かわいそう。これ2位か。国士無双。1位から直だったら1位だったけどね。もうしゃあねえな。うわー、かわいそう。いや、もうこれはね、国士わかんないよ。まあ、やっぱ、諦めちゃダメやな。途中からね、恨めたーってなっても、まあ諦めちゃダメって話よ。うん。みんなも、最後まで諦めずに役も狙うように。カンピーピーカンカン初手ドラ0がドラ12に。トン2曲1本ば、いいですね。勢いがありますね。ドラ0からドラ12にできるんだね、麻雀って。もうそれできたら誰でも漫画、役満作れるもんね、もう。リーチドラ12、ヤコマニャーってなもんな。タイヤもドラ12ですっつって。これができたら全部勝てるもん。トン2曲。あ、これだな。うん、これです。ドン、ナン、シャー。ドラはシャーですね。この西。西でございます。これせいぜい、3人打ちだということを加味しても、いや、きついな。これゴミ手だよ。しっかりゴミ手。タイヤを作れるかなぐらい。いやー、弱っ。未来なさすぎるな、この手配。ちょっと明るくなった、かなり。かなり明るくなった。かなり明るくなったわ。これ、単野をドラさんでいいわ。マジで。別に、イーソー切っていいと思うけどね、わしね。まあ、でも、銀の前からしゃあないな。イーソーかっこいいでな。しゃあない、しゃあない。スーピン熱いよ。リーチ、ここでリーチか。このタイミングか。ドラ3枚でいったんだ。こっから12枚なんの？あ、1枚増えましたと。あ、2枚増えましたと。あ、3枚増えましたと。ほんで？あ、4枚、5枚増えましたと。リーチしてから一瞬で、たった一瞬でドラを5枚増やす男。ドラ5枚増えたんだけど。バカでしょ。ドラ4枚増えたんだけど。ドラ4枚増え、おいーって、おいー、ドラ4枚増えたんですけどー、おいー、これには思わず銀玉もびっくりよ。銀玉って坂田銀と、その間気持ちよくなっちゃったやつやん。あ、これそうか、リャンピンでもいいんだ。リャンピンかウーピンか。これリーチ、スモ、ドラ10 ドラ10っていうボイスあるんやね。初めて聞いたわ。貴重なドラ10ボイス聞いてたわ。知らんかった。最後まで見てくれてありがとうな。面白かったらチャンネル登録、高評価よろしく頼むぜ。また明日会おうな。じゃあな。